日ウトキャス再放送じゃない再開すみません、今来てくださってた松島さんと辰巳さんありがとうございます。子供お話し会ウトキャス毎日ウトキャスよいしょということで大変失礼いたしました。皆様こんばんは。改めまして、鹿児島県議会議員の宇都恵子と申します。今日は3月の27日、水曜日。時刻はなんと11時51分。大変だ。もう寝なきゃ。ということで、はい、あと9分ね、シンデレラタイムでございます。お疲れ様です。森本さん、ありがとうございます。今日も来てくださって。ということで、辰巳さんもいつもありがとうございます。松島さん、今、グループに徳田さんを参加させていただきました。というか、何あれは、Facebook のメッセージかなんかで、徳田さんとものすごいやりとりをされてらっしゃったのを、本当に今見て、うわ、大変だと思って、慌てて LINE グループに参加していただきました。よろしくお願いいたします。S さんこんばんは。シンデレラタイムっていうのは、12時00分の鐘が鳴ったらやめることだと思うけど合ってるかな。なんでこんなに遅くなったのかというと、なんででしたっけね。何をしてたら毎日こんなに遅くなるんでしょうね、皆さん。はい、でも今日はですね、昨日の都議会の関口健太郎さんの、あら、ありがとうございます。現在も都議会関連の動画を作成しておりますということで、この議会っていうアカウント、なっちゃんさん、わー、お疲れ様です。私も、関口健太郎さんの、動画を拝見いたしまして、都議会ってこんなことになってるんだなってすごい本当に改めてびっくりしたところでございます。お疲れ様です。議会、動画編集 S さんやめなくていいですよ。だって皆さんもね、明日もお仕事なのにいつも12時超えになってると本当ちょっとご迷惑じゃないでしょうか。まーちゃんさんこんばんは。ももんがピアルさんありがとうございます。私別のアカウント作っておりますですです。ありがとうございます。あれですね、皆さんは結構複数アカウントをお持ちでいらっしゃるんでしょうか。その別アカウントでコメントもしくださって私わかるかな、コメントのなんていうか雰囲気とかでね、どうですかね。まず関口さん、五十嵐さんに近づいてる、表現の自由選手をぶった切らないとダメだと思いました。あの件、松島さん今日ね、私今日病院で検診だったんですよ。それでその検診の途中で特に何も持ち込めないから携帯X を今日は見てたんですけれども、全然存じ上げなかったんですが、今大椿さんと何か揉めてらっしゃる方がいらっしゃる、例のあの方がで、と思って、その方が私の TL に流れてきたんで、何の話なのかもよくわからないままずっと見てたら松島さんが出てきて、松島さんがなんかやり取りしてらっしゃると思ってちょっとびっくりした次第。でも大元のその原因にはまだ行きつけて実はないんですけど、その話もですし、関口健太郎さんの件もですし、あとは今日はそうですね、パレスチナの何だったっけ、パレスチナの何かのニュースも見て、うわこれもひどいなと思って、あと何見たっけな、はい。都議会見ると他党の議員とは仲悪く見えますよねとのこと。あんなに激しくやり取りされるんですね、都議会はね。まっちゃんさん、表現の自由選手はなるべく通報するようにしています。表現の自由選手をぶった切らないとダメだ。だって表現の自由っていうのは、つまりあれですよね、ごめんなさい、ちょっと私認識間違ってるかもしれないんですけれども、いわゆる、
そもそもはあれですよね、ゾーニングの話をこちらはしているのに、まあその、性消費的な、性消費的な、まあその広告ですとか、雑誌なんかを、まあ、コンビニに置いたりですとか、子供が目につくようなところに、掲示するべきではないという、主張に対して、それは表現の自由だっておっしゃってた方たちのことが、そもそも表現の自由戦士でしたよね。で、それが、関口さんと五十嵐さんに近づいていらっしゃる。どういうことなんだろう。シロさん、こんばんは。今夜ありがとうございます。はい、徳田さん、入ってくださいよって松島さんがおっしゃってたのを今さっき見て、今、強制追加をいたしましたので、よろしくお願いいたします。いうことで、ゆみね、こちらこそ今日はありがとうございました。はい、タイトルにもある通り、今日午前中はですね、子供お話し会、毎月恒例に今な、ありがたいことになっております、子供お話し会を、開催したんですけれども、ダメかのタイミングにですね、ユミネーが来てくださった時に、まあ、ちょっと、ウトさん一人では進行が、危ないなと 心配してくれたユミネーとですね、娘さんののんちゃんが、娘さんののんちゃんを中心に、その会を、いつも手伝ってくださるんですね。わざわざ一菊式の市から来てくださって。ありがたい。そしたら今回はのんちゃんがですね、春休みで、新高校1年生たちの、秘密基地というその一木九式の市の、子どもの居場所に、新高校1年生に進学したばかりです、進学する、子どもたちが春休みだから来るということで、のんちゃん、今日は来れないよということでですね、私はもう、もうじゃあ今日は、ですね、子どもお話し会を共催している学生連盟さんの代表さんが、もうものすごくしっかりなさっていらっしゃる、しっかりされた高校2年生がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方がいらっしゃるから大丈夫だろうみたいな 感じだったんですけど、なんとユミネーがですね、一木九式の市から今日もコーヒーを持ってやってきてくださいました。なんとありがたいこと、ありがとうございました。お世話になりました、本当に。ということで、子供お話し会の話はまた後ほどしたいなというふうに思います。なっちゃん、お帰りなさい。例のあの方、そう、S さん、私、ちょっと、あれよ。私、あの方の、批判めいたことを言う、どうしても言わざるを得ないから、お名前は出せませんけれども。有名な炎上をされる方です。アベマテレビの出演拒否を大椿さんがしたことに対しての表現の自由戦士がぶったたきに来ている。なるほど。へえ、田畑慎太郎さんは表現の自由戦士でもあるんですか？あれ？自由戦士ってなんか 競技になってるけど、表現の自由戦士だっけ、本当は。表現の自由戦士ってちょっと面白いな。なっちゃん、いやー、ひどいとのこと。明日はレイン会議じゃないよ、S さん。多分。あさってだよ、多分。ウトキャスでも生中継しますよ。はい、させていただきます。凍結しても、通報しても凍結でならないから無駄みたいな。クソリプ飛ばしてくる。ちょっと待ってくれ。お言葉が過ぎる。ちょっとこれ読み上げるとちょっとあれだ。通報しても凍結にならないんですね。無駄みたいなリプを飛ばして来られる方もいらっしゃったと。なるほど。表現の自由戦士さんたちは、あれ？自ら、あの方、皆さんたちは、自分たちのことを表現の自由戦士って呼称してるらっしゃるんでしたっけ？ちょっとわからない。被害者妄想をこじらしてきて、ちょっと批判めいたことを言うと、潰す、どうでしょう？にょ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 。なるほどですね。どんな被害者妄想なんだろうか。
なっちゃん、動画作り頑張ってください。お疲れ様です。もう本当、こうやって市民の皆さんに支えられているわけですよね。本当にありがたいことです。素晴らしい。でも、あんまり無理しないでくださいね。あ、ケイスケさん、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、そうそう、イサのメガソーラー発電機でしょ。見ました、見ました。ちょっと、イサ市議の、友人に状況聞こうと思いつつ、5つ。はい、はい。まー、あ、ちゃんさん、こんばんは。表現の人生、厄介なんですね。ケスケさん、名前ばらしていいのかな？そうなんですよ。その彼です。はい。もう本当にこの人は高校2年生なのか、本当にか、引率の先生じゃないのかっていうぐらいしっかりした方なんですけれどもですね。はい。そうなんですよ。松島さん、ゆみ姉さんは優しいんですよ。もう、愛が深い。全方向に。私も甘やかされております。ご多分に漏れず。S さん、最近ツイッター見てないからわかりません。とのこと。ああ、なるほど、なるほど。なのかとかと思って、レイン議会のことかな。皆様、あさってですね、10時からですね、レイン議会、自民党の本田静香さんと、元参政党の吉田浩二さん、この方は、県議さんではないんですが、鹿児島未来塾というですね、団体を今立ち上げて活動してらっしゃいます。それと、昨日も話題に出ておりました学カフェの上野さんと、そして私の4人で、まあ、ほぼ皆さん同じ世代ということでですね、レイン議会というのを、今開催しておりまして、明日が4回目かな、もしかしてもうすでに。3回目かな、3回目かもな。いやいや、4回目、3回目ですね。で、ちょっと議題を聞いておかないといけません。はい。いたします。で、ツイキャスで参加してくださるのでももちろん大歓迎なんですけどもですね、傍聴者を募っておりまして、参加者としてでもいいんですかね。静香さんのお天文館のお店で、お茶代500円で参加をしていただけますので、鹿児島の方、よろしければぜひぜひ遊びにいらしてください。松島さん、なるほどですね。個人名を出すのちょっと控えたいと思うんですけれども、というか、なぜその方が、大椿さんに絡むんですかね。ちょっとわからない、そのあたりが。ね、帰ったら久々に、ヒエラルキー軍団が来てくれてて、室内でドッジボール大会でした。すごい 体力使ったね。お疲れ様でした。表現の自由選手。あ、多少なんだ。表現の自由選手はね。なるほど。そういえば、大椿さん、フォローされてたんですよね。あ、そういえばそうでしたね。なんかね、フォローしてくださってましたね。さっき私は、それこそ関口健太郎さんフォローいたしました。DM 送ってない。送っていいかな。いや、でもちょっとなんか、恐縮すぎて送れない。何時からですか？待機の準備をすればありがとうございます。10時の予定にしております。松島さん、私は優しくないですよ。ユミね、ありがとうございます。もう恥ずかしくて読み上げられないけど、でもなんかこう、放っておけない おたおたしてるから私 S さん、レイン議会のテーマ、宇都さんと本田さんが喧嘩をするの巻。静香さんはね、基本的にですね、私はですね、どんな方かなって思ってるかっていうとですね、静香さんはね、いい人です。なんて言うのかな。あ、ご自身でも言ってらっしゃったけど、性善説で動かれてるっておっしゃってて、でもなんかその、本当にその、周囲に感謝を、されている方、周囲に感謝ができる方、これは私はすごいことじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもですね。はい。あ、そういえばね、静香さんは来期というか、新しい期から総務警察委員会になって、原発とか、その、危機管理防災局に行かれるんですよ。
で、今回の能登半島地震のことがあって、自分はその原発だとか、まあ、防災とか避難のことに、もうすごく、こう、子が目覚めたので、これからずっとやっていきたいっていうふうにおっしゃってて、この間の議会でも一般質問で早速取り上げていらっしゃったんですけども、桜島の、噴火の時の、避難についてですね、避難計画について。本当に有言実行で素晴らしいなというふうに思っている次第でございます。そういえば私はご報告しておりませんでしたけれども、新しい委員会は文教観光委員会というところになりました。教育委員会と観光ですね。観光が所管になります。あ、津田大介さんのタイムラインを読めばいいですね。承知をいたしました。なんかそうそう、津田さんと、その田畑さんが、絡んでいらっしゃって、そこに、そのなどなたかその表現の自由さんがいらっしゃっていて、それなんか読んでたら松島さんが出てきて、おお、私この人めっちゃ知ってるってなりました。はい。S さん、連議会に県議会全員を参加させませんか？ S さん、私にどんな権力があればそんなことができるんであろうか？っていうのがまず一つと、まあ、連議会はですね、基本的に私たち同世代とそれ未満の方たちでぜひ構成したいですねっていう話をしておりますので、それこそ S さんは大歓迎でございますよ。よろしくお願いいたします。松島さん、ありがとうございます。3月29日金曜日10時から連議会スタート予定でございます。あ、そうなんだ。なるほど。哲学系 YouTuber のじゅんちゃんさんが表現の自由戦士って名付けられたんですね。へえ、ネーミングセンスある。私、時々じゅんちゃんさん見ますよ。見ますよというか、聞き流しますよか、正解なのかもしれないですけど。本田さんもこのツイキャスのコメント見てたりするんですか？いや、見てらっしゃらないと思いますね。お忙しいし。あ、皆さんがお忙しくないと言いたいわけではございません。申し訳ありません。このツイキャスを時々見る物好きな議員は秋丸パイセンと、あと、実は柳さんもこのツイキャスの存在を知っていらっしゃって、そしてこの間、3日ほど前に、会派でなぜかこのツイキャスの話に、がちょっと柳聖子さんが出してくださった時に、上山正成さんが「ツイカス？」って言ってて、ツイカスじゃないっす、ツイキャスですっていう話をしてたんで、上山さんはツイキャスの存在すら知らないと言って、私も偉そうに言いますが、私も去年の選挙の時に陽子さんにツイキャスを配信したらいいんじゃないかってご提案いただくまではですね、何のこっちゃと思っておりました。ツイートキャスティングが正解の言い方なんですかね。無視されるのを前提に、大椿さんに DM を送るべしと、圭介さんからのアドバイス。なるほどですね。そうか。私、自分のフォロワーさんがどなたがいらっしゃるかとか、ほとんど知らないか、ちょっと見てみよう。レイン議会で本田さんたちの印象爆上がり、ありがとうございます。そうなんですよね。本田さんも吉田さんもすごいなんかね、お話ししてて、なんですかね、なんというか、もっとお話しさせていただきたいなという気持ちに、させていただく、本当にありがたい存在だというふうに思っております。そういえば、平岡静香さん、YouTube のこと何か言ってました？平岡静香さんと連絡は取っておりませんけれども、そういえば、平岡静香さん、市議選の候補者に、タメ書きを送ってくださったみたいで、そうなんですよ。なんかこの間、徳田さんがそんなことをおっしゃってた。誰？佐弥子さんの事務所に平岡静香さんがタメ書き送ってくださってましたよって、しゃべってくださったんですけど、まあ、平岡さんの字のお綺麗なことにもう本当にクラクラしましたね。やっぱ学校の先生、字がお綺麗なんですよね。ということで、はい、文教観光委員会でございます。告知ありがとうございます。告知？拡散？ありがとうございます。ちょっとですね、地頭書教育長がこの間ご挨拶にいらっしゃった時に、次は委員会でよろしくお願いしますって言っていただいてですね、どうしよう、煙たがられてるって
って即座に思ってしまったり、これは認知の歪みなのか被害妄想なのか。ケースケさん、企画と DM は無視されてなんぼだと思います。宇都さんに言うのも恐縮ですが、とのことありがとうございます。すみません、もうね、どなたかに DM を送るという、メンタリティ余裕がですね、ゼロでございます。申し訳ありません。今何してるかっていうと、フードバンクのこと調べ物をしてるのとね、相変わらず収支報告書作ってるのと、でも今日はなんか、車のリコールがありまして、子ども話し会のあとは車のリコールで、ディーラーさんに駆け込み、その後ですね、乳がん検診が3月末で、期限が切れるということで乳がん検診に駆け込み、徹しておりました。あ、それでなんだっけ、スピーカーの音響のテストをしようと思って、事務所に戻ったものの、ほんと全部出して、マイクも全部出して、全然わけわからない。ということで、兄に泣きついて、ちょっと明日の朝、マイクの線をつなげてみたものの、メスとオスを入れ込んでみたものの、つかない。はい、あれ私言った文教科学委員会。あれ文教科学委員会高くないよ。文教は教育委員会。もう、なんで文教って言うんだろうね。ですね、ケイスケさんありがとうございます。今日、子供お話し会ってどういう感じでやられておるのですか？とのことで、子供お話し会の趣旨をちょっとお話しさせていただこうと思います。私がその、子供の、ための政治をしたいというふうに、思っていながらも、なかなか子供自身から、子供の気持ち意見を聞く機会がないな、どうしようと思っていてですね、ちょっと手探り状態で去年の夏ぐらいにいろいろやってみていたんですよ。子供の知り合いのお子さんに声かけたりしてね、ちょっと集まっていただいたりとかして、でそしたら9月議会で、私が取り上げたブラック校則のことが、KYT という鹿児島のテレビ局で取り上げられまして、でそれを見た、ある高校の生徒会長さんが会いに来てくださって、うちの学校も私立ですごく自由だけれども、この恣意的な拘束というか、先生方の恣意的な理解で、まあ、言うことが違っていて混乱するので、その生徒会でそういう取り組みをしているんですみたいなことをですね、話しに来てくださってきて、で私は私でその子どもたちの意見を聞かせていただく機会が欲しいと思っているんですっていうことで、であれば共催でぜひやって子ども話し会っていうのをやっていきましょうということでですね、もう私正直進行とかも全てお子どもたちに任せて、人集めも私の方でも何人かにお声掛けはするんですけど、メインは中学生高校生で、毎月3時間ですね。私はですね、会場を予約して、お茶とお菓子を持っていくおばちゃんです。で、最近はのんちゃんがファシリテーター的な役割も担ってくださって、その時のトピックというか、いくつか議題を用意していくんですけれども、それも結構、その学生の代表さんにお任せをしていたりですね、しながらやっています。なので、中学生、高校生が、リピーターの方もものすごい多くって、毎回でも新しい方も来てくださいます。今日はですね、今日すっごく嬉しかったのは、前回来てくださった、方がですね、今まあ、その、自分が、ご自身が悩みを抱えられていて、絵を描いている時間はすごく、いいんだというお話をですね、今日してくださったんですが、今日終わる直前に、宇都さん、私、自分がね、最近描いている絵をちょっと
貸すので、ここで見られるのはちょっと嫌だけど、家で見てもらっていい、見てもらえたらということでですね、大切なそのか、その方が描いてくださった絵をですね、貸してくださったんですよ。でね、お会いして2度目の方なんですけれども、やっぱそういう方がですね、自分の絵を貸してくださってことはすごいことなんじゃないかなと思って、本当に嬉しく思いましたし、あともう一方は、今、裏金のね、問題とかも見るから、政治家っていうものに対するそのイメージがあまり良くなかったんだけれども、なんかその私のことを、その話を聞いてくれる人だなっていうふうに思いましたっていうふうに、ご評価をいただいてですね、非常に嬉しく思った次第でございました。と言いつつ、ですね 私は実は、前回遊びに来てくださったある市議選候補者さんのですねが、子どもたちに、くださった応援メッセージがあったんですけど、前回ですね、それがあるか、子どもたちにとっては受け手にとっては励ましにももちろんなるんだろうけれども、もしかしたらそれが心を拘束するものになるんじゃないかなって、余計なお世話なんですけれども懸念を持っていたので、今日はそのことだけはどうしてもちょっと皆さんにお話ししたい。普段私あんまほとんど喋んないんですけど それってどういうことなんですか?とかって質問もしますけど、そのことだけちょっとご視聴させていただきたいなと思って話した次第でした。ちょっと後で時間があったら、あやもないわ、話します。はい。長くなっちゃったけど、子供お話がそんな感じなんで、ケイスケさんもぜひぜひ一度遊びにいらしてください。10代、子供じゃないけど、大歓迎でございます。はい。連議会に柳さんを呼ぶのダメですか?柳さん、宇都さん、本田さん、岩重彩さん、2対2で見たい気持ちもあります。皆さんに測ることは可能かと思いますが、なので、先ほども申し上げたように、基本的には私たちの世代40歳以下がご対象かなというふうにちょっと思っているので、聖子さんをお呼びするときはなんかちょっとあれですよね、アドバイザー的な感じでお呼びしてみたいな感じですかね。本当、洋子さんが平岡静香さんを鹿児島に呼んではりました。なんちゅう大物を召喚するんや、洋子先輩。聞いて、S さん。連議会への、人事権、私全然ないから。何でもかんでも、誰でも彼でも呼べるわけではちょっとないかな。ごめんね。平岡静香さん。でも、そうか、平岡静香さんは同世代だし、もしかしたらゲストとして。まあでも、ただちょっと立憲民主党の人ってなるとバランスに欠くかなって思ったりもしますけれどもね。ということで、にぎさんが自分の時に応援してくださったつながりでしたっけ。なるほど。先生同士ですからね。はい。S さん、そうです、そうです。学校の先生といえば、本田静香さんも学校の先生です。なので、期限付き教員について、静香さんは非常に熱く、非常に熱く、思いを持っていらっしゃいますよ。はい。選挙応援でそういう暇がないかもしれませんよ、ということ。松島さん、静香が見たい。なるほど。静香といえば、もう一方いらっしゃるでしょ?あ、寺田静香さんだ。ちょっと大物すぎた。大丈夫ですよ。鹿児島にいらっしゃった時に直接お話ができる。そうか。S さんもじゃあそろそろオンラインではなくリアルタイでどうでしょうか。リアルタイじゃなかった。リアル対面でいかがでしょうか。ことで、学校苦手なゆえ、元教員ってだけで心のガードを作ってしまう。なるほど、圭介さん。私も今日は皆さん、高校生の皆さん、今日来てくださった皆さんに、申し上げましたが、私も元不登校なのでですね、高校は半分以上行ってないので、学校は苦手ですね。先生が苦手というわけでは、私はあんまりないけど、空気が苦手なのはありますね。
そうなんですよ、松島さん。ついにスピーカーテストを一生懸命したんですけど、今日私の実力では全然できませんでした。線と線をつなげてみたらどうにかなるんじゃないかって思ったんだけど、ダメでした。ちなみに先週、寺田静香さん誕生日、そうなの知らなかった。ありがとうございます、松島さん。スピーカーの配線等々、ちょっと明日ですね、家族に相談してみようと思っておりますので、それでもダメだったら、お願いします。貴重なあのアイオンの紙ベースの取説はあのコピーをしてお返しをしようと、あれそんなことしていいのかな思っておりますので、はい。ゆみね、ありがとうございます。お父さんが教育委員会なんて鹿児島県の未来は明るいなんて言ってくださるけど、私が1年で何ができるんだ。でもちょっと食いついて、はい、一生懸命食いついていこうと思います。まずはね、あの今日ほら徳田さんがさ言ってくださってた、あの相談室、相談員、校内スペシャルサポートルーム、あれをその学校ごとの、運営じゃなくって、できる限り各学校に一つできるようにちょっと向けて動けないもんかな。まあ、もうそれはね、自治体、基礎自治体がメインで動く話だとは思うんですけれどもですね、そうです。 KYT さんが取り上げてくださいました。パシリア、あ、ファシリテーターね。パシリアじゃないよ。私今日すぐ分かったからちょっと頭回転してるわ。今日そんな寝たっけ。確かに今日6時間ぐらい寝てる。文教、え、学問と教育に関すること、かっこ行政事務。そうなんですね。さすがまーちゃんさん、ありがとうございます。三省堂新明解国語辞典よりまーちゃんさんが教えてくださいました。文教というのは行政事務の言葉なんですね。市議会応援のリモート配信、宇都さんの主催で語らい会を開催して良いですか。ん、どういうことだろう、どういうことですか。 S さん、私が主催で何かするのであれば全然、宇都さんの主催でズームできたら私と S さんでするってこと。辰巳さん、今夜ありがとうございます。皆さん、今夜ありがとうございます。川内さんなら宇都さんはレイン議会にオファーできるかも。とにかく誰かを呼びたい、 S さんね。そして、うん、さっきも言ったけど、ちょっとあの立憲民主党を呼ぶっていうバランスに書くことはちょっと待ってね。それなんかほらね、例えば自民党の先輩をさっきほど S さんが言ってくださった通り、あやさん呼んで、じゃあこっちはじゃあ誰呼ぶねみたいなことだったら全然できるかもしれないですね。あやさんってネットで配信されるのあんまり嫌がらない方なんですか。ちょっとわかんないですけどね。学カフェでよく見るのは蓬莱さんと柴田哲平さんだからな、自民党さんで言うとな。ケスケさん、あと5日で20歳なの、大変だ、お祝いしなきゃ。え、待って、4月の3日生まれとかってこと。え、大変だ。寺田静香さん の、 あの夫さんですね。寺場学さんも一緒についてくるんでしょう。ぜひお声かけ。寺田静香さんが鹿児島にいらっしゃるので一言もね、もう妄想の話ですけどね。S さん、極度の人見知り。また出た。河合さん、こんばんは。ありがとうございます。あ、レイン議会、河内さん呼ぶなら、本田さんね、宮地拓磨さん呼んでもらいましょう。それはね、河合さんのそのベスト、あの、アイディアはね、ベストアンサーは各カフェなんじゃないかなって思いますね。あの、河内、宇都、本田、宮地ラインで、あの、何かするっていうんだったら、上野さんにお願いする方が早い気がしますよ。S さん、ちょっとお願いしてみてください。あの、仲直りして。松島さん、お買い上げなんですから、あれはそもそもついてたと思うので、持っといてください。だって貴重な紙は 一部しかないとおっしゃってたからな。申し訳ないな。ありがとうございます。連議会で衆議院候補者座談会を、そのこと。なるほど。それはちょっとトピックの一つとして提供、あの、ご提案するのはできるかなと思いますので、河合さん。はい。プリントするなら PDF のリンクを貼ってる、あれからやった方が鮮明ですよ、取説。あ、承知いたしました。ありがとうございます。今のバランスすごくいい感じ。バランス？何の話だろう？バランス？マイク？カメラ？何だろう？あ、
そうなんだ。へえ、タイで同性婚法整備するとのこと、東南アジア、どう、素晴らしいですね。え、タイってでもまだ軍事国家ですよね。あ、でも王様がいるんですけどね、タイにはね。私はですね、夫がタイに駐在をしておりまして、3年おりましたので、当時ですね、その関係で、タイには、当時5回ぐらい行きました。その前もですね、学生の頃から通算だと、多分10回近くタイには行ったことがあるんじゃないかなって思うんですけれども、タイっていうのは皆さんご存知の通りだとは思うんですが、非常に姓が多いんですよね。26個ぐらい、姓氏公がある。姓氏公と、あと、なんていうの、姓氏人か。を全部足すと26個ぐらい組み合わせるとあるとのことで、非常に流動的です。その時自分は、その時は女性で、心は女性で、性愛対象は男性だとしても、まあ、その次の日にはこう揺らいでるかもしれないという、その揺らぎも含めて非常にこうおおらかな国だなというふうに認識をしております。ちょっとそういう話もね、実は子供か今日の子供お話し会、今日と先月のお話し会でもしてたんですよ。ちょっとプライバシーに関わることなんで、これ以上は差し控えますけれども、なんかその、今、社会が多様性、多様性って言っていて、子供、大人は子供たちに、あなたらしく生きればいいのよ、あなたはあなたのままで素晴らしいのよ、あなたらしくって言うけれども、そのなんかこう、あなたらしくを認めなきゃいけないという、なんというか、戸惑いが、まんま子供に伝わっていて、戸惑いがね、大人の。子供も、その戸惑いを見透かして困ってるみたいなのをすごい感じるんですよね。はい。森本さん、今頃すみません。子供お話し会素晴らしいですね。ありがとうございます。絵を預けられるなんて本当に素敵な話。それもまた重要。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなの。絵を見てね、すごくね、ああ、これはすごい絵を私は託されてしまったなーっていうふうにね、思った次第だったんですけれども、一方で、いやもう本当に責任重大だなって思いました。で、やっぱりユミネがですね、すごく子どもたちのお話を引き出すのが上手なんですよ。それがね、また私にとっては非常にありがたく、心強くで、今の子どもたちに限らないのかもしれない、私たちもそうだったのかもしれないんですけども、すごくいい子たち、いい返事、いい回答をしてくださるんですよね。こう、大人が望むような、もう100点の回答をくださるので、この方の本音が見えたかなって思える瞬間が非常にありがたい。で、もちろん皆さんのご意見を聞いて、私の政策に反映するということも目的の一つ、大きな一つではあるんですけれども、お子さんたちが一人でもいいので、あ、この人だったら話してもいいかなとか、この空間なんか居場所いいなとか、そういう場所が、になれたらいいな、そういう大人が、に出会ってもらえたらいいなって、それがだから私じゃなくても、のんちゃんとか、ゆみねえとか、それこそ今度来てくれるけいすけさんとか、だったらいいなって思ってる次第なんです。テイスケスケさん、多分これ誕生日おめでとうって言ってるんだな。4月2日なんですね。じゃああれですね、学年で一番誕生日が早い人ですね、ケイスケさんね。20歳だって大変だ。待って、S さんごめん、ちょっと福岡市議会さんを、ちょっと、こうにお願いして、ああこうというのちょっとですね、申し訳なさすぎるので、ちょっと時間をいただきたい、その話は。申し訳ないが、はい、どういうタイミングで、いつかはしたいなとは思うんですけど、ごめんなさい。宮地事務所さん、討論会みたいなの避けてるみたいですけどね。あ、そうなんですか。へえ。
あれだったら、宮地拓磨さんの秘書さんとか、宮地拓磨さんの仲良しさんってどなたなんだろう。大人お話し会みたいなも、なるものをやりたいと思ったけど、ミルケンで大人の男が集っていろんなお話ししております。お、いいですね。それはぜひぜひ私も覗きに行きたい。その覗きは許されますか？羨ましい。タイにイズダリナを。タイにイズダリナ。イズダリナさんってどなただろう。うん、ケイスケさん。ウトさん、4月1日のエイプリルフールは嘘つきます。どこで嘘つくのか気づいてくださいね。うん、頑張ります。私、割と嘘気づけないタイプですけどね。すいません。ちびちゃんはやっぱり見透かすんだ、とのこと。ああ、子供お話し会のことですかね。わからないけど、もしそうだったらですね、子供たちってものすごく、特にですね、思春期の中学校1、2年生の子供たち、めちゃめちゃ敏感ですね。というか、だから私、それはその、やっぱり、自立をする反抗期の時の子供たちの大人への評価ってものすごい、もう直感ですごいなって思うんですけど。でもやっぱりその全般、子どもたち全般に接するときは、大人に接するより正直緊張いたします。少しでもね、気を抜いてね、油断して接しようもんならすぐ見透かされて、見限られます。見限られるなって私は思っているのと、子どもたちって本当に大人を許してくれてるから。疲れると思う、今の子供たち。はい。多様性は和歌山の自民党の議員さんも発言していましたかね。あ、そういえばね、最近面白い発言がありましたよ。公明党の市議さんと喋ってたらですね、今は多様性を認めないといけない時代だからっておっしゃっていて、なんか何重にもおかしいなって思ったけど、でも多様性って、とか自由、個人主義って、あるいは自由主義って利己的なことを許すということとイコールではないんですよ、私の中では。なので、だからその何ですかね、例えばPTA に私は入りません、役員はしませんみたいな人を、なんか無法地帯みたいなものももう多様性だみたいなのっていうのは私は違うというふうに思っているんですが、この間ちょっとこう愚痴になりますけれども、人権というのは人それぞれ違うからねって言われましてですね、同じ会派の方にですね、ってなって、そのだから多様性というものを認めるというのが、ですかね、好き勝手していいというのとイコールになっているのと、人権が人それぞれ違うっていうの発言は非常に近いなというふうに私は思ってるんですが、これをですね、言葉できちんと整理してお伝えするというのがなかなかまだまだでききってないところでございます。ということでですね、はい。なんだそりゃ。それが嘘ってこと？ 4 月1日のエイプリルフールの日のツイキャスに変えること自体が S さんの嘘ってことかな？ということで。こんばんは。吹き出しちゃいました。もう多様性って言葉嫌いになりますそうです。森本さん。森本さん、私、この間も言ったかもだけど、私、多様性って言葉あんまり好きじゃないんですよ、実は。なんかおかしいと思ってる。市議選終わった後のお楽しみがいっぱいということで、なんかあったっけ、お楽しみが。 はい。福岡市議会議員選挙、昨年4月でしたよね。何の話だっけ、出しでしたっけ。性自認の揺らぎのお話を聞いて思ったことは、僕の親しい女性の友人がポリアモリーでバイセクシャルの方なのがですが、揺らぎに対してとてもおおらかでとても落ち着いている方です。時折悩みを聞きますが、その人はその人らしくありたいあり方である世の中がいいなと思うことあります。素晴らしい。なんというんですか、生き方を強制されないっていうのがすごく大切だと思ってるんですけれども、だから
何を選ぼうがその人の自由だと思うんですけれども、はい。まちゃんさん、こんばんは。それはそうですね。返信ありがとうございます。それなら、宮地さんのフェムテックイベントに川内さんが参上するのも面白そう。へえ、あ、宮地さん、フェムテックイベントなんて鹿児島で開催されていらっしゃるんですか？すごいですね。ゆみねえ、私は子供たちにとって、アホな大人でありたいと思ってます。ゆみねえってわけわかんないけど楽しそうって大人の目標です。ゆみねえ、でも今日のゆみねえはものすごい真面目な大人だったよ。本当に。ゆみねえの、何ですかね。ゆみねえがこう自分をさらけ出してくださることで、子供たちが安心して自分の、悩みだったり、思って、本当は心の奥底で普段は言わずに我慢していることを、出してくださるという一面もあるよなっていうことを今日つくづく思いながらですね、帰ってまいりました。子供を話しか行くか、良い大人になる方法を子供に学んでおくか。ケースケさん、ぜひぜひ子供を話しか来てください。いいお兄ちゃん、いいか悪いか分かんないけど、お兄ちゃんとして、はい、良い大人って何ですかね。私もわからないですけども、私は常識とかいう言葉が実はずっと嫌いでですね、昔から今もそれが変わらんっていうのが、大人になってないなって思ったりします。はい。仏教を治めてる人でその言説は、どれだ？私ですかね。ごめんなさい。仏教を治めてる。チリリタの話かな。なんだろう。ごめんなさい。なんかちょっと私が不適切な発言をしてたら申し訳ありません。立憲民主党の譲れない線は人権がデフォルトになればいいですね。そう、願いたい。というか、そう、私、そう、それこそ、人権っていうのが絶対的な価値じゃないですか。日本国憲法においてはって言ったら、それもなんかちょっと、そうじゃないでしょって言われて、えみたいな。あれ、いやいや、近代国家において憲法っていうのは、今のところの一応の絶対的価値、それはつまり国家からの自由ですよ、みたいな話したんですけど、そこからダメ出しを食らいました、この間。わかりました。喧嘩してることは上野さん本人には言わないでください、出たこと承知いたしました。ここで全世界に発信してるけどね。CDR のリリースも市議選終了後に伸ばして、その分ジャケットや歌詞カードや生写真を充実させましょうよとのこと。もうアイディアはですね、ぜひご提案いただいて、私に関係なく勝手に書いてあげて、ご自由にやっていただけると大変ありがたい。あ、公明党の人ね。そっかそっか、公明党さんって仏教ですもんね。ですね、私思うんですけど、公明党さんって非常に真面目で礼儀正しい方が多いじゃないですか。だからその先生方から、先生って学校の先生だったんで、その方が先生方から見ると、多様性っていうのは自分勝手、好き勝手、気ままっていう風に見えるんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ。だから多様性を認めなきゃいけないから挨拶を無視されてもしょうがないみたいなことをおっしゃってて、いや、多様性と認めるのと、その人が挨拶するとかしないとか、返事返す会社だって全然次元の別の話じゃないのって思ったりしたんですけどね。めっちゃ喋ってるな。もう50分になっちゃう。もうごめんなさい。そろそろ終わりにします。ということで、なんか私今日あれですね、1日なんかこうゆったりしてたんですかね、気持ちが。ちょっとあれですね、なんか調子づいちゃってごめんなさい。あ、違うな、今日子供話し会で勇気いただいたから元気なんだ。そっかそっか、ありがとうございます。ケイスケさん、その女性の友人のセクシュアリティの話は風邪きすぎてここで書けないけれども、僕の性の考え方とか主体形成とかにおいてはとっても大切な方なので、オフラインで詳しい話をいつかしときます。わー、ありがとうございます。ケイスケさんのお話は私はいつもとても勉強になるので大変嬉しいです。じゃあまた車でお送りしますので、ぜひ。はい、そうそう、本当はどこの政党も人権の線は守れなきゃいけないんですよ。本当にそう思うんですけれどもね、この間でも自民党の県議の方がですね、人権を保障してうんたらかんたらというふうにおっしゃってくださってですね、おお、やったねって思いました。
はい。数十年後の参院選で、宇多さん、本田静香さんの対戦が実現しそう。数十年後なのね。ダメじゃない？やっぱもう数年後とかの方がいいんじゃない？わかんないですけど、もうちょっと若返りをね、いや、私がなるならないは置いといて。はい、すいません。ありがとうございます。作詞作曲演奏とプロデュースされているプロデューサー蚊帳の外に置いとくわけ。いや、私音楽が作れればそれで満足なので、そのパッケージングの部分はもう、まあ、お任せしたいところ。ダメ。はい。僕は人それぞれって言葉が四半世紀くらい前から嫌い。使われ方がですね。なるほどですね。面白い言葉を言ってくださってありがとうございます。なるほど、なるほど。ユミね、私も常識ってあなたが生きてきた狭い世界の経験でしかないでしょって思ってます。もう嫌だ、やめて。めっちゃ同じこと思ってるけど、ちょっと口が悪い。私も本当そう思ってます。過去最長ツイキャス55分だって、まずい。あと5分で、ね、ちょっと過去最長になっちゃう。ぼやーめよ。泉房穂さんを未だにぶってきてみなしているんですか？そうなんだ、コメントさんって。シンデレラタイムって最初言ってたのが懐かしい。ダメダメ、もうダメダメ、12時に終わるって決めてるんだから、本当は。ということで、はい、ありがとうございました。よかった。コメント読み終わった。なんかコメントを読み終わらないと終われないんですよね、私。すみません。ということで、もうこれ以上のコメントは大丈夫です。ということで、今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。今日は子供お話し会で本当にいろんな勇気をいただきまして、参加してくださった皆さん、リピーターの方もですね、今、8回目とかって言うとおっしゃってた気もする。の方も来てくださってありがたいことでございます。はい。早くない。コメントを煽らないで。ということで、皆様、今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。明日は、ですね、明日は、長谷戦隊の一員として頑張ってまいります。そして、松島さんがですね、もう用手してご用意くださった、スピーカー群をですね、使えるように実装できるようにか、実装っていう言葉あんま使っちゃダメか、使えるように整えていきたいなというふうに思っております。はい。桃がピエールさん、子供お話し会詳しく知りたくなりました。ぜひ、見学は予約でしていただければ大丈夫でございますから、ぜひぜひ。お肌とメンタルの健康も大切です。引きで喋ろうかな。もう肌の具合があれですよね。ということで、ありがとうございました。はい、承知をいたしました。皆さん、明日は雨だそうです。鹿児島の皆さん、そして東京の皆さん、兵庫の皆さん、あとどこの皆さんがいらっしゃるかな。ということで、今日もお付き合いありがとうございました。それでは、毎日ウタキャス、また今夜。おやすみなさい。まあ52分だ。